八ヶ岳自然文化園八ヶ岳自然文化園は、長野県諏訪郡原村にある公園であり、八ヶ岳の自然と、触れ合いをテーマにしたレジャー施設。グラウンドゴルフ場、マレットゴルフ場、グレステンスキー場などのスポーツ施設、自然観察科学館には、プラネタリウムや多目的ホールなどがある。標高1300メートル、八桁岳中央高原に位置し、園内からは、 八ヶ岳や立品山、車山、北アルプスといった山々を望める。そして、日が暮れると、国内屈指の星空観察スポットになり、晴れた日には、天の川や空いっぱいに広がる満天の星がきらめく。映画、今、愛に行きますのロケが行われた。プラネタリウムは、120名が、同時に見ることができる。NASA が、 アポロ計画で月から地球への帰還用に使用した宇宙船の訓練実機を常設展示しており実際に乗り込んで宇宙飛行士気分を味わうこともできる。訓練に使用した宇宙船。日本の蝶、長野県の蝶から世界の蝶の標本1569頭、生きているカブトムシ、トンボ、カナブンの仲間、クモなど260匹が 生態などの詳しい説明とともに展示してある。また、期間限定で開催している、生きた世界のカブトムシクワガタムシ展は、ヘラクレスオオカブトムシ等に直接触れる展示で人気となっている。園内には、レストラン、デリアンドカフェ系原村がある。地域の食材を使った料理や、地元の個人店のパンやソーセージ、地ビール等を取り扱うアンテナショップとしての役割を、 果たしている。毎年、夏に原村星祭りが開催される。自然文化園は昼は通常営業をしながらのイベント会場になり、昼間は各種望遠鏡の格安販売や手作り望遠鏡講座のほか、天体観測に関する講座、講演、クイズ、抽選会、コンサート、落語まである。夜は、特別に入場可能にし芝生広場での観望会となる。 当日入り口で受付登録が必要となる。八ヶ岳自然文化園の星空の下野外ステージに大きなスクリーンを設置して映画を上映する真夏の期間だけ開催される映画祭。約1ヶ月洋画、邦画の新作や話題作が日替わりで上映される。1983年にスターダストシアターとして開始され、 開催回数は一時中断を挟んで2016年で31回を数える。ありがとうございます。